1961年 250TR61-250TR は1958年からのワールドスポーツカーチャンピオンシップ用にスクーデリアフェラーリが開発したレース用車両19台の市販型とワークスが使用した15台があるリアにはスポイラーが付けられるなお TR と呼ばれるモデルはこれ以前にランプレディ設計の4気筒エンジンを搭載した フェラーリ 500TR がある。1957年のスポーツカー世界選手権、シーズン終了後、速度を抑制する目的で、1958年シーズンから、レーシングスポーツの排気量を3リットルに制限する、旨が発表された。250TR61 のエンジンフェラーリは、開発に先立ち搭載するエンジンの選択に、迫られたが、 315S の4カムや D の V 型6気筒等は開発期間の問題から却下され、コロンボ系の V 型12気筒エンジンに決定された。これは少量ながら市販される前提のため、プライベートユーザーの手に渡った場合 DOHC は扱いがシビアすぎるとの見解からも見送られ、31C の 250GT ユニットに決定された。 新型サイリットルマシンへの搭載にあたり、それまでの 250GT ユニットからの改良点として、点火プラグの位置を V バンクの内側から排気ポート側へ移動し、6機のツインチョークダウンドラフト、ウェーバーキャブレター 38DCN を搭載できた。さらに、バルブ系を拡大、軽量コンロッドや軽量ピストンに変更し、最高出力が、 従来型の240から260ビット HP から300ビット HP、7200rpm へ強化された。このエンジンの開発時、カムカバーを、旧型エンジンとの識別のために赤く塗っていたため、新型マシンは250テスタロッサとネーミングされ、250TR と略される場合がある。250は、 当時のフェラーリの伝統に習い、1気筒あたりの排気量を表す。しかし初期型 TR の250ユニットはピストンに、クラックが入るトラブルが多く発生したため、勝てなかったレースも多かった。車種は、従来型と変わらず、航空機用の太い交換による、ラダーフレーム、サスペンションはフロントが、ダブルウィッシュボーンとコイル、リアは、横切リーフスプリングのドディオンアクするか、 トレーリングアームとリーフスプリングによるリジットアクスルが選択できた。ホイールベースは 2350mm。トレッドは前が 1308mm。後ろが 1300mm。乾燥重量 800kg。トランスミッションはシンクロメッシュの入った自社製 4MT。タイヤサイズは前輪5.5016、後輪6.0016。 燃料タンク容量は140リットル。1958年式最も初期型となる TR-57 は1958年までに19台製造され市販された。ボディは主にフロントドラムブレーキの冷却目的で、いわゆるポンツーンフェンダーを持ち、グリル脇から切れ込むようなデザインを持っている。デザイン及び製作はスカリエッティで、 全アルミニウムによる叩き出しで製作されていた。なお同じボディを持つ250モンツァと呼ばれるモデルも存在する。ブレーキは前後ともアルフィン付けドラム。1962年 330LM トライワークスで使用されたテスタロッサにはプロトタイプとして製作された2台 TR58 が2台 TR59 が2台 TR59 60が4台、トライ60が2台、TR61 が2台、4リットルエンジンを搭載し1962年のルマン24時間レースで優勝した 330LM、トライの合計15台がある。初期のプロトタイプ以外はすべてダンロップ製の4輪、ディスクブレーキを装備する。TR59 以降はボディがピニンファリーなデザインとなり、ディスクブレーキを採用した。 結果不要になった、ポンツーンフェンダーから、ラウンドノーズへ変更された。トライ60の愛は独立サスペンションを意味し、その後 250P 等にも採用される、ダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用していた。この年のレギュレーション変更により、ウィンドシールドが大型化され、コックピット全体を覆うものへ変更された。TR-61 は、ボディデザインを一新、いわゆる、 山猫スタイルの2分割やインテークグリルのノーズとカットオフテールのリアボディを採用した 330LM トライは4リットルエンジンを搭載 TR-61 のフロント周りと空気の整流効果を狙ったウィング上のロールバーを採用していたルマン24時間レースで優勝した最後のフロントエンジン車となったありがとうございます